アンリ・グレゴワールアンリ・グレゴワールは、フランスのカトリック司教、革命政治家。グレゴワール氏と呼ばれることも多い。フランス革命時の代表的なヒューマニスト、平等主義者であった。ダビット、球技場の誓いより、中央がグレゴワール。黒人の文学についてグレゴワールは、デュネビル近郊のベオに生まれ、アンベルメニル小教区の主任司祭に任命された。年、 グレゴワールはユダヤ人の生活条件の向上を訴える有名な論文をメスの王立科学アカデミーに提出した。翌1789年に三部会が招集されると南ー選挙区の大議士に選ばれた。グレゴワールは聖職者であったにもかかわらず第三身分に参加し、同年6月の第三身分を中心とした国民議会の開催を積極的に支持した。 グレゴワールは、ジャンセニスムやガリカニスムに共鳴して、革命を支持する聖職者のグループの中で目立った存在になった。バスティーユ襲撃以降は、貴族や教会の特権の剥奪を先導した。1790年に聖職者民事基本法が制定されると、真っ先に憲法への忠誠を宣誓し、ブロワの立憲派司教に選出された。グレゴワールは、 奴隷制度廃止を主張する黒人の友の会の会長であり、1791年に有色人種の公民権を要請し、彼らの要求の代弁者を認じた。1791年6月にルイ16世が国外逃亡を企てたバレンヌ事件が起きると、グレゴワールは君主制に強く反対し、1792年9月21日の国民公開で、 王政廃止を定義、11月には国王を裁判にかけることを定義した。グレゴワールは、その直後に国民公会の議長に選出された。ただし、ルイ16世を死刑とした裁判には旅行中で、参加していない。1794年、テルミドールのクーデターで、マクシュミリアンド・ベスピエールが処刑された後、グレゴワールは、彼の行った文化破壊行為を、 バンダリズムと批判し、その後は信仰の自由を支持する発言を行うよう、なった。グレゴワールは、公共図書館の再興や、植物園の設立、技術教育の改善などの事業を行った。総裁政府時代の1795年9月に500人会の議員に、1799年のブリュメールのクーデター以降は新設の立法院の議員になり、1800年に、 議議長ににに選選ばばれれたた年12月には御権元老院の議員に選ばれたグレゴワールはレジオンドヌール勲章のコマンダーを受章しフランス学士院の会員に選ばれた。しかしグレゴワールはナポレオン・ボナパルトとローマ教皇との和解に反対し1801年のコンコルダートの後1801年10月8日に司教を辞職した。彼は ナポレオンの皇帝即位を認める1804年5月の元老院決議に反対した5人の議員の一人だった。また、ナポレオンが新しい貴族を作ったことや、ジョゼフィーヌとの離婚にも反対した。グレゴワールは、その後イギリスやドイツを旅行したが、1814年にナポレオンが追放されると帰国して、帝政に反対する活動を先導した。王政復古時代には、 革命家のグレゴワールは危険人物とされた。フランス学士院から追放され退職させられた。1819年にグレゴワールはイゼール県の会議員に選ばれたが、エリー・ドカズ首相によって選挙は無効とされ、以降は隠居生活を送った。1831年にパリで没し、モンパルナス墓地に埋葬された。1989年のフランス革命200周年祭で、 異界がパンテオンに移された。グレゴワールはまた、フランス語の方言撲滅を主張した人物としても知られる。グレゴワールは、総人口2800万人のうち、600万人は、フランス語を知らず、600万人は、片言しか話せないことを報告した。革命のスローガンである自由と平等を達成するためには、国民が利言を捨てて、 標準のフランス語を話す必要があるとした。グレゴワールは革命以前の1788年の論文以来、一貫して方言の根絶を主張してきた。方言の現状を知るため、1790年に43項目からなるアンケートを作って、各地の知人、知識人、議員、聖職者たち、ジャコバンクラブなどに送った。国語である、 フランス語の普及と方言の根絶は、グレゴワールだけでなく革命期の教育方針の基本的原則だった。ありがとうございます。